板坂強は日本のフラメンコダンサー、作家、プロレス評論家、アルテフラメンコスクール主催、美能賢治のペンネームを用いることもある。福岡県出身。山口県で幼少時代を過ごし、同地の文化に多大な影響を受ける。日本大学進学後、全教頭運動を経験。国文学者の板坂元はおじにあたる。1971年。 シナリオ、黎名は、炎のように輝くを、先行者より発表。1972年、日大芸当一代の同志との協調、日本映画界大綱を、聖隣道より発表。1975年、小説、R の誘惑を、聖隣道より発売。映画芸術、新調、現代指手帳などに掲載した一連の過激な、広告が一部構図化の話題を呼ぶ。 既存作家と分断を嘲笑、挑発するかのようなコピーが、執筆人の激凛に触れ、群像から広告の掲載を拒否され、ガロに掲載したプロレス新聞を片手に助走している。写真が漫画家たちの不況を呼び、ついには、出版元の聖林堂からも、広告の掲載を拒否されてしまう。その後、板坂は、先駆文学会を結成、広告の出稿を映画芸術一本に絞り、 ラジカルな半分断プロパガンダを展開する。芥川賞を全否定、特に村上龍を徹底して攻撃した。1979年、三流劇画ブームの波に乗り、漫画大快楽史上で漫画イロジェニカ執筆者の流山自殺を攻撃し、実際に路上で流血沙汰を起こす。1980年、噂の真相紙に寄稿した皇室ポルの小説を、 テーマとした記事において、掲載されたコラージュ写真が原因で、皇室ポルの事件が勃発。同志は廃刊の危機にさらされる。1982年、アルテフラメンコを設立。1986年、アントニオイノキ対、ブルーザー、ブロディのプロレースの試合中に、ブロディがカミソリで、自らの体を切って流血していた場面を目撃。イノキ信者を自認していた、板坂だったが、 愛の告発として、噂の真相史上に暴露。三島幸夫研究家としても知られており、1997年、極説、三島幸夫切腹とフラメンコを発表。タブーだった、三島の流通問題やセクシャリティ、川端康成の大質疑惑などに触れて、波紋を読んだ。2002年、鈴鹿智美をモデルにした、小説、智美、その生と死の余韻を、 美をしのりに名義で発表。2003年、同作を原作とした創作フラメンコ、ともみさとみの講演を行った。ありがとうございます。